日本では再び大雨となってしまう恐れがあります。現在の状況いかがでしょうか。はい、ではひまわりで雲の様子確認しましょう。はい、ひまわりで見ますと日本海には発達した雲も見受けられます。低気圧と前線の雲です。低気圧はこの辺にあって前線が、北陸あたりに、そして温暖前線が北陸あたりに、そして寒冷前線がこれ西の方に伸びているという形です。この前線が今後東へと進んでいくので雨雲が今度東そして北のエリアへと広がってきそうです。ではそのあたり予想降水量でこちらで見てみましょう。はい、正午現在だと北陸方面に雨雲がかかっています。そして昼過ぎ以降東北や北海道にだんだん雨雲がかかってきます。だいたい1時間に 2,30 ミリぐらいのところが多いんじゃないかと思うんですが、こういった黄色やオレンジ赤のところがかかると場合によっては1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨になることも考えられます。さらに時間を進めていきますと夕方ぐらいには東北北部、そしてその後夜遅くにかけて今度は函館含む渡島半島周辺などでも、ザーザー降りの雨になりそうです。はい、その後明日の午前中にかけて東北北部や、北海道道南から太平洋側は雨のピークになりそうです。ただ明日の午後になっても東北北部はまだちょっと雨が残りやすい状況が、続きそうです。これで雨の量が、かなり多くなってくるということが言えそうです。では予想される雨の量です。こちらは今日の正午から、明日の24時、あさっての午前0時までの降水量になりますが、多くなるのがこちら秋田県から青森県の津軽エリア、200ミリ前後の雨が降るところもありそうですし、はい、あと函館含む渡島半島や日高山脈周辺などでも150ミリ前後の雨になるところ多く出てきそうです。これらのエリアなんですね、実は土の中の水分が特に東北北部を中心にまだ多く残っています。少しの雨でもさらに再び河川が増水したり、土砂災害の危険度リスクが高まるんですが、これだけの雨が降りますとより危険度が高くなると想定されます。まだ雨が降り始める前に、大雨の備えしっかりしていただきたいと思います。はい、引き続き災害の発生等には警戒をしてお過ごしください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただくことができます。